京都駅に来ましたけど、やはりこのねコロナ的なことだと思うんですけど、人は少ないですね。これマイクつけてないんでちゃんと音声取れてるかっていうのが気になりますし、僕がめちゃくちゃ暗いな。マイク明るくなったということで、これ DJI の、オズモモバイル2のテストもしながらちょっと撮ってる感じですね。ジンバルですね。これマイクブレない。私自身もブレない。ブレるという意味でブレない。ブレないことをブレない。今信号を待ってます。何話そうかなっていう感じなんですけど、リズムの法則の話でもしようかなって思います。このリズムの法則は簡単に言うと、まあいいこともあれば悪いこともあるよっていうね、そういう根本的な話なんですけど、やっぱり冷静な目で安定感のあるメンタルでいないとね、一喜一憂しちゃったりとかね、ついてないことが起こるとそこでね、もやもや落ち込んで、そんなに落ち込まなくてもいいのにさらにね、ネガティブなこと考えてどんどん落ち込んでいったりするんですよね。もう未来見えない、光が見えないような状況を自分自身で作り上げていくというね、ことを人っていうのはやりがちなんですよね。で乗るときは乗るんですけど、調子に乗るときは乗ってしまっていいと思うんですけど、そこもねちゃんと冷静な目で、安定したメンタルでね、そのリズムに乗っていかないと、それはそこで一喜一憂してね、一喜一憂してしまって、よかったよかったって思ってたのに気がついたら空中分解してしまうようなことっていうのもねあるんですよね。はい、僕も、昔それこそ20歳の時に、初めてバーで店長をしてた時に、周りに結構チヤホヤされて、気は良かったんだと思いますね。バンドもやってたし、なんかイケイケな、ね、感じでいましたけど、ある時にね、なんか調子に乗ってないみたいなね、偉そうみたいな、こと言われたことがありまして、その時にね自分を、そういうつもりはなかったんですけどね、やっぱりね言われないと気づかないですよね、人ってね。面白いですね、言われないと気がつかない。それでちょっとでもね、謙虚でいようというふうにやったことによって、言われなくなりましたね。その時に謙虚な姿勢を学ばせてもらったかもしれないですね。謙虚さをまず、忘れてしまったら終わりだよみたいなねことも言いますしね。はい、ちょっと待ってくださいね。何を話してたのかな。リズムの法則とは、そうです。それで言うと、私自身もその時ね、一喜一憂してた、調子こいてたっていうところもありましたからね。はい、いい時もあれば、悪い時もある。で、悪い時も悪い中にいいことがある。いい時もいいことの中に悪いことが、悪い要素が入っているので、そこら辺もちゃんとね冷静に分析してっていうかね、本能の赴くままにやったらね、やはり、東大元暮らしみたいなことになってしまいますからね。周りが見えずに、歩みを進めると、なかなか大変ですよということですよね。あれ、はい、そうですリズムに乗るときは乗る、そして落ち込んでるような状況、ついてないことが連続することってたまにあると思うんですよね。そういう時は最低限、最低限しか落ち込まないように、ちゃんと冷静な目で、自分を、客観的に見て、次のね、這い上がりに備えて刃を研ぐようなことをしていくということですよね。気持ちの持ちようでね、リズムに乗ろうと思ったらいついかなる時でも乗ろうと思ったら乗れる、思考の変容でねっていうこともあります。自分が乗ってるから乗ってるんであるというふうにね、思うわけでもありまして、自分が落ち込んでると思うから落ち込んでるっていうふうなね、これ言ったらもうリズムもクソもなくなるんですけど、とにかく、メンタルの安定、そして冷静に自分を客観視して、
ちゃんとリズムに乗って、ちょっと守らなあかんなって時はちゃんと、守って、冷静な目で自分を客観的に見て歩みを進ますということですね。守ってる時ですが自分は進んでいるんだというような面持ちですよね。はい、おーっ、これなんかやっぱりいいですね、揺れないですということで、現場から以上です。ありがとうございました。